ティーターンは、ギリシア神話、ローマ神話に登場する神々である。ウーラノスの王権を散脱したクロノスをはじめ、オリュンポースの神々に先行する、イニシエの神々である。巨大な体を持つとされる。日本ではしばしばティタン、キターン、あるいは英語による発音に基づいてタイタンと表記される。競技には、ウーラノスとガイアの間に生まれた十二柱の神々の兄弟姉妹を指す。 クロノスはその末程。これにディオーネーやポルキウスを加える場合もある。来帝に撃たれたティーターンまたヘイリオスやセレーネー、プロメーテウスなど競技のティーターンの子孫もティーターンと呼ばれることがある。ゼウスが父クロノスに戦いを挑んだ時、ティーターンたちの多くもクロノス側につき10年にわたる大戦争となった。この戦争をティタノマキアという。ちなみにティーターンは アルカン半島の地において、インドヨーロッパ五族共通の天空神由来の、ゼウス信仰が確立する以前の、古い時代の自然神と思われる。地底に封じ込められており、彼らが時々暴れると地震が起きると信じられていた。タイタニックという形容詞に、巨大なという意味があり、豪華客船のタイタニック号、恐れ鳥類のタイタニスなど様々な巨大なものの名に、タイタンが由来される。 元素のチタンは非常に優れた強靭さと耐久性により名付けられた。土星の衛星の多くにテーターンに由来する名が付けられ、うち一つは単純にタイタンと名付けられている。多くのアマチュア、またはプロのスポーツチームのマスコットとしてタイタンが使用されている。主なものは NFL のテネシータイタンズ、ニューヨークジェッツの救命ニューヨークタイタンズであり、カリフォルニア州立大学。 フラトン校、オハイオ州立大学入学ーー校のスポーツチームはタイタンズと名付けられている。また、オーストラリアのプロラグビーリーグのチームはゴールドコーストタイタンズである。1997年のディズニー映画、ヘラクレス、およびパーシー・ジャクソンとオリンポスの神々シリーズの仇役はタイタンズである。ビデオゲームのゴッド・オブ・オーシリーズや1981年の映画、 タイタンの戦い、2010年の映画、タイタンの戦い、2012年の映画、タイタンの逆襲でも主役、または敵役で、タイタンが登場する。ありがとうございます。